パッドホワイトはアラバマ州ダフネ出身の元アメリカンフットボール選手、コーチ。また野球選手としてカンザスシティロイヤルズ参加のマイナーリーグチームにも所属していた。高校時代には州のミスターフットボール投票で3位となったことがある。3年時には1905ヤードを走り31タッチダウンを上げた。またパスでも1488ヤードを投げて15。 タッチダウンを上げている。野球でも、投手と外野手を務めた。彼は、ウェストバージニア大学、オーバーン大学、ケンタッキー大学、ルイジアナ州立大学、ミシシッピ州立大学、バンダービルト大学のいずれかへ進学することを望んだが、クォーターバックとしてのチャンスを彼に約束した、唯一の大学、ウェストバージニア大学に入学した。 2004年の MLB ドラフト4巡でアナハイムエンゼルスから指名されていたが、カレーチフットボールを続けるためにこれを断っている。当初、アダム・ベドナリクと併用された。ベドナリクが負傷したルイビル大学戦では途中出場し、トリプルオーバータイムの末、46から44で勝利した。この試合ではチームメイトのスティーブ・スレートンが、 イーストカンファレンス記録となる6タッチダウンを上げた。カンファレンスを制したチームは、シュガーボールへの出場権を獲得し、ジョージア大学と対戦した。試合は、ハリケーンカトリーナの影響で、ルイジアナスーパードームが使用できなくなっていたため、敵地とも言えるジョージアドームで行われたが彼は77ヤードのラン、120ヤードのパスで1タッチダウンを上げ、 チームは38から35で勝利した。この年彼は828ヤードを投げて8タッチダウン、952ヤードを走って9タッチダウンを上げた。2006年、彼は1655ヤードを投げて13タッチダウン、1219ヤードを走り18タッチダウンを上げて、カンファレンスの最優秀攻撃選手に選ばれた。 この年のピッツバーグ大学戦ではランで204ヤードにタッチダウン、パスで220ヤードにタッチダウンを上げた。同じ試合にラン、パスで200ヤード以上獲得したのは NCWA 史上8人目のことであった。ジョージア工科大学とのゲーターボールでは第3球途中18点リードを許したが、その後21点を連取して38から35で逆転勝利し彼が、 MVP に選ばれた。これらの活躍で、2007年5月8日、アラバマ州の最優秀アスリートに選ばれた。2007年勝てば、ボールチャンピオンシップシリーズ出場となる、ピッツバーグ大学戦で親指を負傷し、試合の大部分を欠場、ファンブルや FG 失敗などミスが、相次ぎ、第4球に敵陣へ2度ボールを進めた際に試合に復帰したが、 いずれも4ダウンギャンブルに失敗、試合に敗れた。チームは、フィエスタボールに出場、オクラホマ大学と対戦し、彼は176ヤードを投げて2タッチダウン、150ヤードを走り、48から28で勝利した。2008年のビラノバ大学との開幕戦では、パス33本中25本を成功、208ヤードを投げて、自己ベストの5タッチダウンを上げた。 これは、マーク・バルジャーが1998年に作ったク、タッチダウンに次ぐ、大学市長2体の記録であった。この年、ルイビル大学戦で、ブラッド・スミスが持っていた NCWA 一部校の QB のラッシング記録を更新した。また同じく10年前に、ドノバン・マクナブが作ったカンファレンス記録である、通算96タッチダウンを更新する98タッチダウンを上げた。 メーネケ・カーケア・ボールで、ノースカロライナ大学を破り4年連続で、ボールゲームに、勝利、3年連続 MVP に選ばれた。この年彼は274本中180本を、成功、1844ヤードを投げて21、タッチダウン、7インターセプト、ラン180回で974ヤードを走り8、タッチダウンを上げた。大学4年間で、 パスでは6,051ヤードを投げて56タッチダウン。ランでは4,480ヤードを走り、47タッチダウンの数字を残した。また NCWA 史上6位となる34勝を挙げた。こうした活躍を見せたものの、彼はオールアメリカンには選ばれなかった。またカレッジフットボール殿堂の対象となっていない。ドラフト前に彼はシニアボールに招待されて、 MVP を獲得した。NFL ネットワークのマイク・メイヨックは彼のドラフト2巡目の指名を予想した。また ESPN のメルカイパーは彼をこの年5番目に評価の高い QB とした。マイアミドルフィンズから2009年の NFL ドラフト2巡目で指名された。彼を指名した後、ドルフィンズのゼネラルマネージャーのジェフ・アイルランドは彼をチャド・ペニントン。 シャドウヘニーと先発の座を争わせること、彼のスピードを活かし、ワイルドキャット体系での起用をしたい考えを示した。8月1日、4年間450万ドルで契約を結んだ。プレシーズン第1週のジャクソンビル・ジャガーズ戦では、パス7本中2本成功、14ヤードの獲得、1インターセプト、6回のランで20ヤードの獲得であった。 プレシーズン第2週のカロライナ・パンサーズ戦では、ラン7回31ヤード、レシーブ3回で43ヤード、1タッチダウンを上げた。第9週のニューイングランド・ペトリオッツ戦では、オプションプレイで33ヤードを獲得した。12月21日の試合で3回のパスを投げたが、いずれも不成功、ランで54ヤードを走った。翌年1月3日のピッツバーグ・スティーラーズ戦で、 相手守備選手のアイクテイラーとヘルメット同士がぶつかり合うヒットを受けて意識不明となりフィールドの外へ運ばれて病院に送られたが翌日に退院した。このシーズン、ワイルドキャット体系でのプレーで13試合に出場したもののパス5本中1本も成功させることができなかった。ランでは21回のキャリーで81ヤードを走った。2010年9月4日、チームより カットされた。ドルフィンズをカットされた、直後の9月10日、カンザス式ロイヤルズとマイナー契約を結び、秋の教育リーグに参加したが2011年3月9日、野球からの引退を表明した。2011年6月28日、ユフルのバージニアデストロイヤーズと契約を結んだ。2013年4月、ワシントン・レトスキンズと契約を結んだ。 9月14日、レッドスキンズからウェーバーされた。2014年3月27日に CFL のエドモントンエスキモーズと契約した。2015年3月20日に引退を表明した。引退後は2018年4月18日にアルコーン州立大学アメリカンフットボール部の QB コーチに就任し、2020年1月2日に南フロリダ大学アメリカンフットボール部の ランニングバックコーチに就任した。しかし1年で退任した。これまでに MLB ドラフトで4回指名を受けており、2009年にはニューヨークヤンキースから指名された。2011年、ホワイトがドラフト指名を受けた当時、マイアミドルフィンズのフットボール部門副代表だったビル、パーセルズは彼を指名したことは失敗だったと述べた。ありがとうございます。